キュードリームジャムボレーは日本のライブイベントである。2年に一度、芸能事務所、株式会社クリエイティブオフィス級所属タレントが、そう出演し、その年のテーマに沿った歌や芝居などを行う。2004年以降の公演は DVD として発表されている。バラエティショーの色濃い初めてのジャンボリーである。会場、開催日、出演、ライブをテーマに、出演者が、 作詞作曲したオリジナルソングを熱く歌い上げた。会場、開催日出演、再会がテーマ。ドラバラ、鈴井の巣にて放映されていた山田家の人々の5年後の姿を披露した。会場、開催日、出演、闘魂をテーマにチーム別対決などが盛り込まれた。会場、開催日、出演。 ハリケーンジャンボリーと歌い、ナックスハリケーン10周年を祝うなど、盛大に催された。会場、開催日、出演テーマは、ラジオ。クリエイティブオフィス級20周年にちなんだ企画が、行われた。会場、開催日、出演テーマは、は、ジャンボリー最終日の公演は、全国41の会場で、ライブビューイングが行われ、ニコニコ生放送の有料配信でも、 公演の模様を見ることができた。会場、開催日、出演テーマは、仲間親愛なるあなたへ。チームナックス第15回公演、悪道で描かれなかった、登場人物の中学時代を、悪道エピソード例として、タレント総出演で演じた。最終日の公演は、全国48の会場で、ライブビューイングが行われた。会場、開催日、出演テーマは、 力士と魔法の杖。最終日には、水曜どうでしょう。ディレクターの藤村忠久、嬉野の道が中継で登場し、新作、21年目のヨーロッパ21カ国完全制覇のロケを行うことを大泉に伝えた。会場、開催日、出演9月25日から27日に、開催される予定だった。しかし、 新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響から改正。新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令中の5月21日付で延期を決定。代替日程は未定。 大体として9月27日に無観客イベント、Q オンラインジャムボレー、ウィールビーバックを実施し、全国の映画館でのライブビューイング上映及び、自宅でパソコン等を利用して視聴する、ライブストリーミング配信が行われた。以下は、Q オンラインジャムボレーの情報、会場、開催日出演。ありがとうございます。